あとはなんだ、デビルワールドとかじゃないけど、なんでしょうね、こういったステージが、なんや、プッシュって出る。あ、爆弾もあるんだ。押せるやつ押せないやつある。あー、面白いね。なんか自らが戦うんじゃなくて、ステージのね、パズル的なものに頼っていく感じっていうのはいいよね。へえ。あ、でも評価あるんだ。手数とかかな。はい、どうも皆さんこんにちは、チャオリンゴと言います。Nintendo Switch は滑りダウンロードタイトルを中心に、ほぼ毎日実況や配信やっています。YouTube のチャンネル登録、よければお願いいたします。それではですね、今日は、前回のガンクレイジーと並んでね、いわゆる懐かしい系になると思うんですが、プッシー&プリーバーにブロックランドってゲームやっていきましょう。よろしくお願いします。おそらくね、グラフィックをパッと見たときに、スーパーファミコンのボンバーマンとか思い出す人が多いのかなと思います。開発の人曰く、そういったところをやっぱり意識してるらしいです。ブロックを押し込んでいくみたいな、そんなゲームらしくて、いわゆるね、ワンフロアのそういった構成のステージクリア型アクションパズルみたいなところですかね。やっていきましょうか。よろしくお願いします。なんでしょうかね。僕はね、こういったものだと、もちろんボンバーマンはグラフィック的に思ったんですが、あとはね、僕が遊んだというところで、あれですね、ゲームフリークのクインティーとかそのあたりを思い出したかな。さあ、プレイってありますが、行きましょう。お これはさ、これ、ヨッシーアイランドとかのコインの SG じゃないよ。なんか、完コピしたぐらいにマジだね。やばいね。ランゲージは日本になってるよ。OK。BGM もちょっと下げようかな。SE も下げます。SE びっくりするよ、マジだ。大丈夫これ。消されたい。あとネットランキングあるらしいですよ。はいはいはい。あ、ちょっとね。超つないでる。はいはいはい。じゃあ行きますか。とりあえず始めてみましょう。プレイ。ちなみに本作なんですけれども、Steam とかで前々から出てるゲームなのかなと思ったんですが、今回ね、Switch と PS4 に初登場なので、そうですね。多分、まだまだ知らないタイトルかなと思います。これ、あと協力プレイできるんでね、そういうところもいいよなと思います。じゃあ行きましょう。さあ、イラストが見えます。うん。やっぱり16ビットぐらいのね、それぐらいの解像度かなーなんて思っちゃうね。あるよね、これね。だいたい宇宙船のトラブルに巻き込まれるって話ね。出ちゃいましたね。ピンク色が、お、あ、やっぱボンバーマンだ。そう、あと爆弾出てくるんですよ、これ。押せるんだ。これさ、押し込む感じ。あー。まあ、やっぱりなんだろう、自分で何かするというわけじゃないから、あー、なんか、やっぱクインティーっぽくもあるよね、やっぱ。クインティーはね、床めくるゲームなんですけど、あとはなんだ、デビルワールドとかじゃないけど、なんでしょうね、こういったステージが、なんや、プッシュって出る。あ、爆弾もあるんだ。押せるやつ押せないやつある。あー、面白いね。なんか自らが戦うんじゃなくて、ステージのね、パズル的なものに頼っていく感じっていうのはいいよね。へえ。あ、でも評価あるんだ。手数とかかな。直接倒せるわけじゃないっていうところかな。かつ爆弾ブロックは近づく。ああ、なるほど。こういう風になるんだ。ああ、面白いですね。ほのぼの感もある。いや、これさ、絶対、なんだろう。友達とか、ガールフレンドとか、そういうところと一緒にやったら楽しいと思うんだけど、相手とかそういう人がいないっていうね。ネットではできないかな。ローカルじゃない。ローカルじゃ多分できないと思うんで。まあ、今日も一人でやります。よし。実況とはね、そういう厳しさのことに成り立ってるわけなんですよ。で、ブロック1個にしなきゃいけないから、こういう時はちょっと待って、時間制限あるわ。あ、ほえー。あとはなんだろうな。
まあ、なんでしょう、くるくるランドとか、そういう感じかな。その自ら敵を倒しに行くというよりは、やはり、フロアにあるものをいろいろ有効活用する感じ。あら、消えちゃった。あららら。なんかいろいろ考えちゃうよね。誰と同調しもできるよ。ああ。こういう時は何だろう。時間かけるのパッパッパと言った方がいいかな。お。爆弾ブロック生成できる。キャー、どうしよう。押し手数に制限はないから、ただ当たっちゃダメなはず。いろいろ、まあ、あんなに平和的に歩いてるやつにぶっ潰すのはどうかなと思うんですけど、仕事ですからしょうがない。あいつどうしようかな、ちょっとこうか。ちなみにおそらく僕が今使ってるのがプッシーの方だと思うな。え？ 何秒で死んでんのよ、びっくりしちゃった。罰はきっとダメでしょう。こいつの目線の前に入るまでに何かしなきゃダメか。そうだよな。やばい戦いになっちゃう。これどうしよう。あ、こうか。星3つはまああまり気にせずに。ああ、そっか。こっちはに感知できるんだ。よし、射線上に立ったら負けですね。ただし、くるくる回転してるから、その間は素通りできんのかな。しない方がいいけど、たまにやったもんでしょう。多分僕なんかよりもっとエイトゲーとかやってる人はね、このゲームってああいう作品っぽいよなとか思うのもっとたくさんあると思うんですけど、でも割と新鮮に遊べるな、こういうの。でもそしてどっか懐かしいっていうね。なんか、すごい得をした気分になるゲームですが、新しいやつ出てきた。さあ、タイヤみたいなやつが出てきます。あー、あいつこっち認知するんだ、怖いね。車線がどっちに行くようです。処理だ。そう、あれ怖いよね。いいよこれな。爆弾とかうまく使えるようになりたいんだけど、それ難しいよね。オッケー。まあゴリ押しでもいいじゃないって感じでいきます。わお。あ、早い早い。目を合わせたらいけないっすね。あー、やべやべ。こういった1ブロックも消せるから、パズル的な思考はしなくてもいいっちゃいいんだけど、それでも楽しく。これダイヤ合わせたらダイヤになるのかな。あと時間でこれ評価されてる感じ、もしくは手数もあるかな。爆弾ができましたと。やったね。おお、爆弾周囲6マスコンってやね。お、ちょんだ、ちょんだ、ちょんだ。やばくね？ あれ？これどうにもできないでしょ。
これ回ってる人は大丈夫。よし。お、これ星3つだ。時間がここ無限か。ちなみにこれ何ステージぐらいですか？数えてないんだ。やはりこいつ危険だな。オッケー。これ1でもさ、3ブロック、このラインを消しといた方がいいよ。厳しいやつから押しました。お、ここ爆弾天国じゃん、すげえ。そう。あ、やべ、あ、自分は爆弾に巻き込まれないんだ。へえ。よし、それにしてもなんか爆弾がたくさん出てきちゃうからボンバーマンの話なんですけど、多分ね、いろんな事情があると思うんだけどさ、まあ、なんでしょう、スーパーファミコン時代のボンバーマンってさ、ついに本当にまともにリメイクされなかったよね。まあ、リメイクというか、バーチャルコンソールとかあるのに、また出されなかったよな、とか思って。さあ、ボスです。こういう大ボスと戦うのもボンバーマンすごい好きだったんだけど、こういうのがある。単純にぶつければいい。あー、ダメブロック増えてるのがきついな。お、普通は結構大変じゃねえ。これもしかして当たるんだ。そっかそっか。これは判定に入らない。ちょっと待って、今ね、夢中で遊びすぎて、あ、録画時間何分くらいだったっけっていうのね、全く気にしないことを思い出した。最近配信やること多いじゃないですか。配信と同じ気持ちでやってるんで。それはそれでもいいんだよ。さあ、結構、相手ブスブス状態になってきた。ブロックで溢れるということはないんじゃないのか。あ、いかない。あ、やべやべやべ、あ、やっちゃった。え、なになになに、あ、負けてはないんだ。いや、死ぬしょ、あんなん死ぬ、あんなん死ぬ、やばい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 、あこれでタイムアップなんだ。面白いタイム制、ただもうちょっと急がないとダメか。いきまーす。これでワンダメージを。相手、あー、マジか。いや、あいつに当たり判定ってもしかしてないんじゃないとか思ったんだけど、あるわ、普通に。あ、でもこのゲーム普通に面白いな。なんかちょっと慣れてない感じというか、あの、アクションの感じが、僕はやったことないというか、似たゲームそんなにやってなかったから、でも、どこか懐かしい感じがとてもするし、でも新鮮な気持ちもあるしって感じで、面白いです。一面にし、あ、いやー、あ、ほんと。マジで。一面にしは強くないとか言おうと思ったんだけど。いや、やるやる。コンティニューする。プラスで。はい、行きます。あ、こっからできるんだ。あ、優しいですね。ガンクレイジは見習えよ、ほんとによ。というわけで。まあ、クリアする分には全然できそうだけど。爆弾ブロック。あ、ダメ高いとかある。ラインを整えたいんだけど難しいな。あ、これ。オッケー。で、爆弾以外ちょっと揃える隙がないですね、正直。
るラインというか、そこら辺配置しとくといいか。爆弾は爆弾にして、オッケーねー、しまったー。あー、ダメだ、ダメだ、ダメだ、あー。なかなか、痛いところ迫ってくるじゃないですか。ボス戦がちょっとついてるので、名前の小ネタみたいなのなんですけど、主人公、多分ね、主人公2人は、プッシュかな、そのあたりの単語から連想されるものとして、多分名前付けられたと思うんですけど、今僕操作してるのが多分、子猫って意味も含めてプッシーっていう女の子だと思うんだけど、あんまり確かプッシーってね、海外圏で使わない方がいいと思うんですよね。まあ、どういうものを意味するか、ググってもらったりすると、パッと出てくると思うので、今の人言わないんですけど、僕も使う機会がなかったから使ってないけど、そっかね、気になる人はちょっと調べてみてください。僕ももともとつまりとある映画見てた時のなんか映画終わった後のね特典映像とかで、元はキャラクターがねプッシーって名前だったけど、海外ではいろいろあって一部地域では変更されたりしたんですよみたいな話があって、あーと思ってね、百科事典じゃないけどGoogle かなんか調べてみて、見知って、みたいなことを思ってるっていう話です。よし。多分ね、サブチャンネルとかだったら話してもいいのかな。いや、それはさすがにダメかな。時間ない。まあ、みたいな言葉。いや、ちょっと時間ない。爆弾はできるんだけど、これダイヤ？ダイヤはね、スコアだな。制限時間伸びて。ストライン。いやー、きついわ。やだ。勝てない。行くわ。ごめんね、ちょっとやり直しが多くなって。でも、どうにかしないと。通常面はいいんだけどね、結構耐えてくるんですよ、こいつ。3回、2回とかないんだよ。テンポよく2回当たったらバスブロックはダメだし、バスが来そうなと思っておくのがいいか。移動パターンある ?4 回蹴り入ってた。 OK。 お、あ、意外といけるじゃん。殺意が足りなかったですね。ワンアップ。はい、未確認飛行物体トロフィーですね。はい、お、戻ってきたね。他にも足りないものある感じ。おー、かわいい。こういうの見るとワギャンランドっぽいなとか思うんですけど、なるほどね。じゃあ冒険は続きます。じゃあちょっとね、お、服ちゃんと変わってる、かわいい。あ、やっぱいいゲームだな、ここら辺のグラフィックのあり方とかはね。それじゃあ今日は結構ボス苦戦しましたが、これぐらいにしておきましょうか。ただ畳みかければいけるね。あれは僕のあれな、戦う意志が足りなかったな。じゃあちょっと続きも気になりますが、初回はねワールド1終わったというところでこんなもんにしておきましょう。続きもやります。まあ案上ね、値段も今セールで1000円切ってるぐらいなんですけど、とても懐かしい感じと、あとはね新しい感じもあって、そうですね、当時好きな人も含めておすすめできるいいゲームかなと思います。Steam とかではまだ出てないので PS4 か Switch なんですが、そういったところのね新しさも含めてぜひ気になる人はチェックしてみてください。じゃあ初回はこれでおしまいです。続きも撮りますが、よかったらまた見てください。さよなら。